従軍艦主。先日曽祖父の七回忌があった時に、祖父から聞いた話です。もしかしたら戦時中のよくある話かもしれません。第二次世界大戦が終戦する一年ほど前のこと。代々うちの家は神職の家系で、免許みたいなのができるずっと前から官主をやっていたそうです。平安時代の神技官ぐらいまで遡るんだとか。さすがにこれは信じてませんけど。そういうわけですから、地元ではいわゆる名士の部類に入る家でした。軍部はそれに目をつけたのか、単に手近な官主だったからかは知りませんけど、曽祖父は軍の従軍官主として招致されたそうです。そんなこんなである日、曽祖父は作戦の成功祈願を行うために、軍の飛行場へと呼ばれました。戦況が悪化の一途をたどっていた当時のことです。何の成功祈願かは言うまでもなく、特攻だったようです。曽祖父は皇室を尊敬して陛下に忠誠を誓っていた人でした。そんな曽祖父でも特攻には反対だったようで、一応全身全霊を込めて祈願をしたそうですが、特攻に向かう若い兵に、怖かったら帰ってきてもいいんだよ。と、小声で言ったそうです。当時曽祖父は30代半ばぐらいでしょうか。自分より若い前途ある青年を死地に追いやるのが忍びなかったのでしょう。その時特攻に赴いたのは3人だったらしく、全員に優しく諭すように言ったそうです。ですが、結局翌日になっても翌々日になっても、3人が帰ってくることはありませんでした。それから1ヶ月ほど経った時のこと。突然曽祖父が歩兵の一部隊を率いることになりました。曽祖父は階級は低かったですが、かっこもともと軍人じゃないから当然ですが、温厚な性格と、日頃から兵たちに優しく接していて慕われていたせいか、急に任命されたと聞きます。まあ当時相当な人手不足だったことは想像に難くありません。率いると言ってもおそらくは戦闘部隊ではなく、また部隊のお飾り的な役割だったのかもしれません。それで出発の前日、いろいろ準備している最中に、曽祖父のもとにボロボロの服を着た兵士が歩いてきました。見覚えがある顔だと思ってしばらく眺めていると、1ヶ月前に特攻した若い兵の一人だと気づいたそうです。よく帰ってきた。と、曽祖父が言うと、先生のおかげで帰ってこれました。そう若い兵は言ったそうです。曽祖父は当時軍中で兵たちに先生と呼ばれていたそうです。曽祖父はその後に九州へと派遣され、無事帰還することができました。それから日本が戦争に負けて数年経った頃の話です。相変わらず曽祖父は官主を続けていたそうですが、ある日ふと若い特攻兵のことを思い出し、会って話をしようと考えたそうです。いろんなところに掛け合った結果住所を知ることができました。その翌日に早速曽祖父はその若い特攻兵の実家へと向かったそうです。そこで田植えをしている特攻兵の母親に曽祖父は会いました。名前を告げると母親は、あなたが息子が言っていた官主の先生ですか?そう言って家の中に招き入れてくれました。よかった。彼も間違いなく帰還できたんだ。そう思ったのもつかの間。そのまま母親が案内したのは仏壇の前。そこにはあの若い特攻兵の写真がありました。曽祖父は驚いて母親に尋ねました。急な病気で亡くなったのですか?母親は泣きそうな顔で、ですが笑って言ったそうです。息子は、あなたの祈願してくださった特攻で亡くなっております。いわく、曽祖父が特攻兵と話した翌日に、田植えをしている母親の前にふと、息子が現れたそうです。息子の帰還を喜ぶ母親に彼は、自分は親不孝者で、先日の特攻で死んでしまったが、官主の先生のおかげで最後に帰ってこれた。そう告げて、ふっと消えてしまったそうです。その後曽祖父が彼の墓に参った時に、ありがとうございました。そう確かに声が聞こえたそうです。
よまいがすい。実家の近所にある神社は友人を祀っているため、しきたりがたくさんある。その神社の娘二人と幼馴染で、昔から長女は必ず4時帰宅、外泊不可、などなど、なぜか長女だけに厳しいルールが課されていた。で、長女のクラスに意地悪な女子がいた。ちなみに私と長女は同じ学年だがクラスは別。ある日意地悪女子が長女に、4時までに帰らなきゃならないなんてバカみたい。と、意地悪発動。なんと科学実験室に監禁、意地悪仲間3人と長女を散々暴行した。私はその日お使いで豆腐を買いに行き、ボウルに入った豆腐を持ってふらふら歩いていた。すると、向こうから全身傷だらけ&制服ボロボロ、顔から血を流した長女が。私は4時過ぎなのにそこにいるボロボロの長女にビビり、駆け寄って長女を支えようとした。長女は、私に触っちゃダメ。お願い。私の家に行って話をして。〇〇ちゃんが大変。かっこ意地悪女子のこと。掃除医さんに伝えてほしいと言われて、ビビりながらも走っていった。神社に着くなりじいさんは話も聞かずに私に氷水を浴びせかけ、私はガクブルしながらも、多分長女はクラスの女子にやられたせいで4時に帰れず怪我を、と、ようやく話した。じいさんは連絡網で意地悪女子宅に連絡し、娘さん早う連れてこんね。えらいことじゃ。なんて言っていた。電話でじいさんは、よまいがすいと何度も言っていた。意味不明。あれから意地悪女子と仲間の姿は見ていない。ようやく聞き出すことができたが、意地悪女子と仲間は亡くなっていた。自殺だった。あの日意地悪女子の母は、うちの子はそんなことしていない、と、お払いを拒否したらしい。友人様は長女についており、凶暴で気性が荒く、俺様気質なんだそうな。しかし女子たちへの災いは、友人様を傷つけることを喜ぶ悪霊、よまいがすいが意地悪女子に入ってやってしまったとのことだった。長女は大学まで出たが、結婚せず神社で静かに暮らしている。結構美人なのにもったいない。左。10年ほど前になるが、一人で山登りして下山する途中、突然の雨に足止めされてでかい木の下で雨宿りをしていた。ふと、食べ残しのおにぎりを食べながらぼーっとしていた俺のすぐ近くで、人の声が聞こえた。見回したが誰もいない。気のせいかと思ったが、雨音に混じって、左、と、聞こえる。薄気味悪いので無視していると雨が小降りになってきた。逃げるように木の下から離れたが、去り際に自分のいた左側をちらりと確認。そこには、特に何もなかった。登山口に着いた頃には気のせいだったと思い始めていた。妙に腹が減ったので、近くの飲食店に直行。客は俺以外におらず、時間的にも店が閉まるギリギリくらいだったと思う。天丼大盛りと蕎麦を注文したが、店員の様子が少しおかしい。閉店前に KY だったかと思っていると、厨房から男性が二人出てきた。料理は持っておらず、年配の男性の方が開口一番こう言った。あんた、何してきた？はてな。という顔をしている俺に、もう一人の中年男性の方が尋ねる。山で何か変なことなかったか？俺は木の下で聞いた声のことを最初に思い出した。そのことを話すと、二人は納得した様子で厨房に戻っていった。しばらくして、注文の料理に加えて山菜の定食みたいなものが運ばれてくる。サービスだという。不思議に思ったが、ペロリと完食した自分にも驚いた。食事を終えた頃、ヨボヨボのばあさんが来店。客かと思っていたが、再び厨房から年配の男性が来て、俺の方にばあさんを誘導した。何事かと思っていると、ばあさんは俺に向かって何やら祈祷のような真似をして、
最後に背中を思いっきり叩いて店を出て行った。ものすごい衝撃だったが、その割に痛みは感じなかったのを覚えている。ただ、満腹感もあってかしばらくは動けず声も出なかった。当然ながら、ばあさんを店先で見送った年配の男性に一連の出来事について尋ねた。どうやら俺には何かがついており、それがパッと見てわかったらしい。正体はわからないが、それは強い飢餓感を持っているのだという。やたら腹が減ったのも、三人前の食事を軽く平らげられたのもそのせいだと。かなり昔から存在しており、ばあさんはそれ専門の払い屋みたいなものだった。疲れた奴の大半は、山中のお堂で悪さをした結果らしく、俺のようなケースは結構珍しいものなんだとか。左ってのは左方向ではなく、左へ、という方言だった。ひもじい、腹減ったという意味。食事代は無料だった。本来なら注文分だけで2000円くらいだったのでラッキーだった。それから約半年後、俺は再度同じ山に登った。教えられたお堂の場所に食べ物を備えて軽くお祈りして下山。別に勧められたわけではなかったが、なぜかそういう気分になって赴いた。その帰り、登山口の同じ店に食事に行くと、向こうも覚えていたらしく、俺がお供えをしてきたと言ったら食事を少しサービスしてくれた。それ以後、半年から一年の周期で変なものを見るようになり、それを機に登山に行くのが習慣になってしまった。変なものを見るようになったって、詳しく。最初に見たのは、俺の部屋に漂っていたもや。煙よりも薄かったが、明るい中でもはっきりと見ることができた。もやの中に山水画のようにお堂の風景が浮かんでいたので、またお供えをしに来いという催促の合図なのだと思った。大抵はもやの形だが、一度だけ人間の形で来たことがあった。その日は父の葬儀が終わった日で、親族が帰ってやっと一段落ついた頃、妙に喉が渇いたので台所に行った。グラスに水を注いでいると、今の方から視線を感じたので顔を向けた。今には和服の女性が一人座っていて、その後ろに大勢の男性が並んで座っていた。それほど広くないフローリングの今だったが、男性は数十人いたと思う。今の奥行きがその部分だけ広がっているような、錯覚じみた光景だった。目が合うと、女性が最初に深々と頭を下げて、男性も全員それに続いた。グラスの水を一口飲むと、全部消えていた。消えた後にもやが少し漂っていたので、普段のお堂関係だと思った。さすがにそれからすぐお供えに行くわけにはいかなかったが、半年ほどして山に行った時になんとなく思い出していると、お堂の中から何かいい香りがしてきて、誰かが中にいる気配がした。少しビビって確かめられなかったが、悪い気配ではなかったと思う。ちなみに、今で見た女性は、赤地に金の刺繍の立派な服を着ていたので、偉い人かもしれない。男性は全員黒っぽい服を着ていたが、曲げは言っていなかったので侍などではない気がする。昔の人の雰囲気はあったが、いつの時代かと言われるとわかりかねる。以上です。一生に一度だけ。うちの飼い猫、栗の話。猫は一生に一度だけ人の言葉を話すという、大概とても重要なことを言うそうな。昔話では浄瑠璃を語ったとか事故を予言したとか。ある日、家族でオムライスを囲んでいた。ケチャップ足りない。ちょっと、ケチャップ取って。ねえねえ栗、ケチャップもらってきて。栗は家族のザレ事をじっと聞いていたが、おもむろに立ち上がり台所に行った。そして、ケチャップ。家族全員びっくりしたが、しかしこれが一生に一度だけ話す人の言葉かと思うと、なんだかとても悲しい。ケチャップ。